記憶島の崎です。よろしくお願いします。はい、広島市東部と開拓府中町と JR 線を降下する連続立体構成事業について伺います。はい、今見直しの検討を進めている最中だと思うんですが、はい、会長はこれ町づくりの基幹だというふうにかなり反発をされています。まずなぜ見直しが必要なのかということを伺いたいのと、海田町から継続の要請があったときに知事は重要性を図るというふうに、一定の理解も示されました。これはだから、計画通り以前の計画通り進めることもあり得るのか、それから用地買収については進めてきているわけですから、具体的なその代替案としてはどんなものが考えられるか、その点をお伺いしたいんですが、具体的な代替案等々については、現在検討中であるということと、それから、見直しをする必要についてはですね、なぜ見直したということですけれども、やはり非常に大きなプロジェクトであって、でこれをそのまま実行すると、そのほぼ全ての、重要性は分かるというふうに言っているか示されましたけれども、これまでの計画通り推進するというのはかなり難しいとお考えで、財政的には相当な決断が必要だと思います。財政の話がありましたけれども、これは県と広島市との共同事業なんですけどね、そもそも見直しが必要だというふうに考えられた発端というか、どちらの方で、こういう見直しの検討が必要だということを言い出したということになるんでしょうか。これはどちらの方だということもないと思います。両方、双方ですね、非常に、大きな負担であるということは、間違いないので、そういったこともあって、これまで100が含めて、来ているということがありますから、それをいかに早く逆に解決すべきかというのは、これは双方の方共通の課題であるということです。先ほど非常に大きなプロジェクトだということがありましたけれども、大きなプロジェクトであるからこそ、それを、基盤にまちづくりをしようと進め考えていた海田町にとっては非常に、大きな話だと思います。結論をいつまで出すのか、それから見直しの規模ですよね、全区間を見直すのか、それとも一部区間ということもあり得るのかということについてはいかがでしょうか。それについては現在検討中ということです。ありがとうございます。一問ということなんですが、ちょっと2つまとめてお聞かせください。2ヶ月前にも話が出たんですけれども、赤字国債法案が通らないことによる、現時点でのですね、県への影響、それから今後の見通しという部分をお聞かせいただきたいのと、あと一つ、マリーナホップがこの度新しく生まれ変わるという中で、これまでのアウトレットからその観光客も取り込んでいこうという方針転換、それから3社目への運営会社ということになるわけですけれども、今回の動きについての知事の評価とですね、今後のその支援されるのかされないのか、どういう形で考えられるのか、この2つお聞かせください。はい、まず交付税のですね、支払いの件ですけれども、直接的な影響という観点からはですね、
まあ、今すぐ、なんて言いますか、今すぐですね、県の試験組が、回らなくなるという状況では、続いてない。まあ、ただ、市長に対する影響というのは、また違った面がありますので、まあ、これについてもですね、今すぐ、借り入れをするという状況だというふうには聞いてませんけれども、まあ、これがいつになるのかということによってはですね、市長への影響というのは出てくるかなというふうに認識をしています。まあ、いずれにしても、これはその予算は成立をしているわけでありますので、まあ、それに対するその資金手当の方だけが、まあ、いわゆる政局で人質になっているということについては大変遺憾であると思っていますし、まあ、仮に新たな借り入れ等が起きるということになればですね、それは最終的にはまたそういう国税で還付されることになるんですけれども、国税でですね、それってもさ無駄ですよね。税金の無駄遣いとしてですね、早く回収してほしいなと思います。それから、マリナポップについてはですね、今回地元の、皆さん方主導で、新たなそのにぎわい作りということを考えていただけるということで、それ自体我々としても歓迎をしたいと思っています。で協力というか、まあ、できる逃げ作りということについて協力できることは、ね、当然我々していきたいと思いますし、まあ、観光という観点からこの逃げが増えるというのは、まあ、県も一生懸命やっているところでありますので、まあ、そういう意味では相互協力しながらですね、まあ、なんていうか魅力的な、まあ、場所ができるようにね、まあ、県 の、 その、まあ、観光という中での位置づけとして、はい、今回マリーナオープンが今後ですね期待される部分でもありますか。はい、そうですね、まあ、浸水地区でありますので、まあ、そういった魅力を生かしながらですね、お客さんが来れるようなそのコンテンツですよね、そういうものができるといいなというふうには思います。ありがとうございました。こいつはこれで終了させていただこうと思います。ありがとうございました。